HRCS2 型は、ウクライナの国営鉄道会社である、ウクライナ鉄道で2012年から営業運転を開始した、高直流電車、ウクライナエクスプレスの愛称を持つ。2012年に開催された UEFA ユーロ2 0 1 2に合わせて設定される、都市間速達列車用として、先立つ2010年12月に、ウクライナ鉄道から、 現代、ロテムへ発注された形式。2011年12月に、最初の編成が落成した。編成は給料編成を基本としており、ステンレス製の車体は低接し40度の極寒にも、対応できる設計となっている。直流 3000V と、交流2万 V50Hz 双方に対応しており、終電装置や周辺圧器は付随車に搭載されている。 車内の座席配置は1等車が2列プラス2列、2等車が3列プラス2列のクロスシートで、シートピッチは1等車が 500mm、2等車が 450mm である。車内では Wi-Fi 通信が可能なほか、車内販売による飲食物の販売も行われる。編成の構成は以下の通りである。2011年12月に製造された最初の編成は、 翌2012年3月11日に、ウクライナに到着した。以降は走行予定の区間で試運転が行われ、残りの旧編成についても、同年8月までに導入が実施された。そして2012年5月25日からキエフ、ハリコフ間で、暫定的な営業運転に投入され、同年6月7日から都市間高速列車、ウクライナエクスプレスとしての運用を開始した。 2019年現在、ウクライナの首都キエフを中心に、ハリコフ、リボフ、ドネツクなど各都市を結ぶ速達列車であるインターシティやインターシティに使用されている。h r c s 2系の導入により、キエフドネツク間の所要時間がそれまでの12時間から7時間となるなど大幅な高速化、時間短縮が実現した。また、 運用開始に先立ち走行区間の高速化対応工事や電化工事を実施したほか、新たな列車種別としてインターシティやインターシティが設定された一方、夜行列車の大規模な削減が実施されるなど、ウクライナ鉄道自体にも大きな変化が生じている。試運転の時点から HRCS2 型はトラブルが報告されており、2012年4月5日は、 曲線走工事に競り出した車体がプラットホームに接触し損傷する事故が起きていた。暫定的な営業運転が始まった直後の同年5月28日にはブレーキの故障が発生し、さらにそこから1ヶ月半の間に10件の故障が報告され、1年後の2013年の時点でその数は178件に未増加した。中には、 本来の目的である UEFA ユーロ2012へのファンを乗せた列車が故障により運行停止となったケースも存在する。故障の種類は多岐にわたり、ブレーキ系統の故障やコンピュータの不具合、終電装置の故障、空調装置の停止などが発生した。特に冬季は、車体下部に雪が付着することによる電力系統のショートが頻発し、それによる空調装置や 照明の停止も起きた。2012年の当期にはパンタグラフが炎上したことで電源が切断され、それにより電線全体に高圧電流が流れ、近隣の変電所の機器が全焼する事態も起きた。これらの多数のトラブルにより乗客からの訴訟や改善を求めた署名が相次ぎ、運賃の払い戻しは2013年1月の時点で80万、フリブニアにも達した。 そして同月には、ビクトル・ヤヌコービチ大統領が、HRCS2K の導入は失敗であったことを、国民へ公式に謝罪する事態となった。現代ロテム側もウクライナ鉄道との協議により、トラブルの原因となった、電気機器、終電装置、制動装置をはじめとする部品の修繕を行う、契約を交わしたが、翌2014年2月12日、ウクライナ鉄道は、 HRCS2 系の車体や台枠に金属疲労によって生じた亀裂が見つかったことを発表し、全車営業運転から離脱するまでに至った。その後、韓国へ返却された車両は現代ロテム側からの費用年出による台枠を含めた修繕改良工事が行われ、2014年7月までに全車両とも完了した。営業運転への復帰は同年の5月6日からとなった。 以降も電源の温度低下や硬直切り替えの失敗などによる運行停止などのトラブルは報告されているものの車両の構造が原因となるトラブルは当期も含め大幅に減少しており2017年11月22日には現代ロテムによる車両保守契約の延長が行われているありがとうございます